こんにちは、ぐっちです。こんにちは、きのすけです。本日もご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、夜です。夜でいい、夜にレブルで走ってます。はい、ということで今日はどこに行こうかなと。このとこほんとね、合ってないと思うのよね、このツールバッグ。もうつけたまんまやね。うん、つけたまんまやね。ハンターカーブに行くっていう話がどっか行ったんね。めんどくさかったよね、多分外すのは。ああ。それすらめんどくさいよな、多分。ということで、前につけて、なんかデコッパチみたいになっているツールバッグをつけてるレベル1100ですと。せっかくね、ナイトツーリングに行くなら、まあそれなりに綺麗なところに行きたいなと思いまして。ここ大阪の京橋です。はい、京橋駅です。で、京橋駅を、西に向かって走ってますが、まあ大阪に土地勘のある方なら分かると思うんですが、この時期なので御堂筋のイルミネーションを見てこようと思います。はい、皆様に御堂筋のパレード、端から端はパレードちゃうわ、イルミネーションを端から端まで、はい、端から端までノンストップでお届けするだけの動画です端から行きます。端から言うてもね、馬だよね、多分梅だよな。どこまでやろうや。いや、梅市のところが伝わったと思うねんけどな。俺間違いでなければ、右見てあったら違うってこと。そうあれまだあれ、おー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 、頑張っとる。で、南がね、どこまであるか知らんのよね、正直。ほう、何波駅まであんの知ってるか。え、大黒町まであんの。わからんね。なんか大黒町ぐらいまでありそうな気するよね知らんけど。2021年ももうちょっとで終わりますか。今年やり残したことはありますか。やり残したこと、キャンツー。いや、キャンプは行ったでいや、キャンプ行ったで。キャンプは行ったね。行った。ツーどこ行ったかしら。知らん。もう今年キャンプは行った。キャンプ道具もなんかえらい金額かけて、行ってもないのにどんどんキャンプ道具だけ集まって、これが端っこちゃん。ここがスタートちゃん、まあ、正確にはここっていうか、もう一個向こうだけどな。あ、向こう向こうから行こう。ちゃんと向こう向こうから行こう。ここじゃないの。もう一個。ここに近かったのは何や。右斜め前。あっち、あれ。え、あれ違う。あれもそうなの。知らない。え、あれもそうなの。ん？何？あ、あれもそうなん。じゃあもっと北側から回んなかんね。何やて？何やて？ちょっとコンビニ多すぎやね。え、ぐるっと回ってくるか。ちらって見て。ああ、でもじゃあそれたらどっちにちゃうの。曽根崎のこのまま行って、あの西梅田まで回る。そう、大阪駅の前ずいっと回って、ぐりっと、その方がどうせやるんだろう、中途販売するより。そしたらもっと北にもあるんや。ないやろ曽根崎警察の前から向こうはないやろ、さすがに。さすがにそれはないやろ。ここが多分スタート地、この右がスタート地じゃん。さすがに。で、ここは U ターン途中にそのうちできるのあるかな。一回向こうまで行って、はい、とりあえず一回御堂筋横切ります。あるな。この先あんの、やっぱり一旦横切ります。よいしょ。はい、大丸です。はい、大阪駅。はい、大阪駅です。見えるかな。この先がスタート地点と違うかな、あそこが。さあ、スタートです。
はい、はい、スタートです。ここからイルミネーションスタートです。できるだけ左側に寄っていくか。うん、ここは白と青のイルミネーションですね。あそこなんかすぐカラフルってんですか。まあ、今年でもとりあえずやり残したことはあんまりないかな。キャンプも行きました。チャンネル登録者1000人も超えました。今2600人を超えさせていただきまして、もう2700人が目の前。これが配信されること、公開されることは多分2700持ってるか。年内3000は無理やったね。そうやな、年内3000は厳しかったが、来年はまあ3000を目指していきましょう。5000目指していきましょう。はい、色がピンク色のイルミネーションになりましたと。もう多分秋之助がバイク、大型バイクのね免許を今年は取りまして、うん、本来このバイクに乗るのは秋之助なんですが、うん、まあまだ大型バイクの免許は1年経ってないんでね、まあ、こいつでタンデムはやめときましょうっていうので、うん、後ろに乗ってますが。よいしょ、うわ、めっちゃ多いな人。この間ギブアップしたし。あ、そうそう、この間ギブアップしたら好評になっていいな。ススキや、ススキ。まあ、ススキな。完全第一ですよ。うん、なんか筋トレするってのはしてないからね、気をつけはね、うん、はい。速道の方が綺麗かと思うので、速道で写真撮ってるよね。はい、撮ってますね、みんな。まあ綺麗ですね、やっぱり。もう今年はでも、それこそ正月あれやったけど、富士山も行ったし、四国も一周したし、九州もね、あの鹿児島からずっと上がって、阿蘇も回ってきたんで、あ、ピーナスライム行ったしね、もう多分、まあ、日本の西側っていうか、真ん中から西。だいたいこうライダーとして行きたいところは行ったかな。ああ、だからあれだ、あれ、どれ、四国の四国カルスト行ってない。ああ、四国カルストかな、まだ行ってないねんな。はあ、はあ、来年は四国カルストに行きたいな、はあ、ただ2000リーディングに参加できるんやろか、わしゃ。四国の四国2000リーディングが4月にありますが、2000ミーティングやから俺参加できるんやろか。意味深なこと言う。大丈夫やって。大丈夫かな、その時期はまだ大丈夫。そうか、まあ忍者1000やしな、忍者の 1000cc のミーティングやから多分いけるんやろ。まだ出てないって。そうか、わからんで。まあ言えたらええな。いじめられんようにしよう、来年は。忍者の線ですねという、あの、いじめられんようにしよう。あんな人や、あの人や、この人や、その人に。あの人たちね、仲間外れにされる。そうやね、仲間外れにされんね、あの人だ、あの人だ、あの人に。あの人たち、それ忍者の線やなと、あの、わざわざノーってつけて、そうやからね。忍線じゃない、忍線じゃない、忍者線やけど、みたいな。もうほまこまった人たちや。来年も皆さんよろしくお願いします。まあ、こうやってね、あの、イルミネーション見ながら心をこう洗いながら、ゴシ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 洗濯や、この洗濯や、頑固な汚れが。
ほんまやで。汚れを洗濯や。と思った、カバンか。うん、写真撮影してる。まあ本当はもっと夜遅い時間に行く方がいいんだろうね。こんななんか、ね、ラッシュ時間帯に行く話じゃないの本当。確かに。うん、ごめんなさい、ご飯を食べに行ったんで、掃除機ベースでこの後ご飯食べに行きました。ここで本町ですかね。まだ本町は千葉やね。大体真ん中ぐらいだよな。あ、本町だよ。これでベントレー。ここからなんとなくナンバーって感じだね。新斎橋ナンバーみたいな。急になんか色がこんな感じで変わるよ。まあ、でも行くとこ行ったしな、本当な、四国かつてやな、あとは四国からすると UFO ライン。あったかくなったらなんか日帰りでこうぐるっと回って帰りたいけどな、24時間で UFO ラインと四国を、四国からすると回って帰ってくる旅。うん、それで大体西側はこれかな。大きいところは行ってるかな。あ、マクラーレンや。いいね、ガルウィングね。怖い、威嚇してるみたい。俺昔でもガルウィングの車に乗ってたけどさ、開けると子供がわーって言ってくれた。子供になんかこう、喜んでもらえるやつ、尊敬のまなざしだった。でしょうね。うん、安い車やったけど、あんな車もう出えへんのよ、トヨタかな。ここからちょっとまたイルミネーションの数が増えた。道幅が狭くなったのかな。そういうことなのかな。黄色いのは綺麗。思う、うん、何が綺麗じゃない。ピンクがちょっと変な感じ。え、こんだけな。あれ、こんだけな。もう何倍やで。てか新斎橋この辺で行ったら木がなくなる、減るだよな。ほら、この先道頓堀川付近で、ね、側道閉鎖の工事中とか。うん、この先は何や。GoPro ついてるんだよ。モトブログの人たちですかね、お仲間ですかね、同業者なんですかね。同業者。そうかな。でもまあナンバーまではついてんちゃうの。うん、この方消えてるように見える。ここまで来て途中で終わることないの。ナンバーまでは行くね。アップルストアです。並んだ。冬？あ、いや、ゴールデンウィークや。
ゴールデンウィークだろうと思ったらアホみたいに。5月の終わりやな。6月手前や。いや、華やかな街やね。全然右側電気ついてないけど、左側だけは電気ついてるな。そうね。うん。やっぱり右側元気がない。どういうこと？ずっと同じ美味しいよ。うん。立ったらいいんやで。立てんの？地面に足つかんの？地面足つかんの？立つほどもつかん。つま先立ちもできへんの？マフラーに当たって暑い。暑かったらいいやん。あったかいから。焦げる。ほんま？上にあるから、うん、お尻への負担が大きいんです。なるほど、苦情ですか？苦情ではない。レブルに出せる苦情ですか？説明です。レブルいらんってことですかね？いえ、ダメなバイクってことですかね、それは。違います。違いますか、うん、今年最後の動画でそんなこと言うんですかね。その子はいい子です。あんま、この子との思い出は？2回しかない。何何何だ何。桜とススキ。お前春と秋しか乗ってねえじゃんこいつ。どういうことやねん。夏に乗ってないとかな、それ暑いし。あれ夏乗ってないんかな、やっぱ乗ってないよ多分。あY しか乗っとらん。前しか乗っとらん。あ、ナンバより南か。ああ、それでみんな入ってきてる。それで今頃入ってくるのか。それで今頃入ってきてるのか。あれ、あ、もうほらほら、ない、ないよ。ないね。何これ、大丈夫、大丈夫、こいつ。国道25号線ですね。正面に見えるのが大阪南側の一番大きい駅なのかな。何回何倍駅。ここなんか最近あれやろ、人しか入れないんですよ。ああ、なんかそうやろ。うん、でこれをこのまま南にもう少し下っていきますが、ここで終わったんか。あ、あっちやったか。いや、あっちは違うな。あれはもともとああいうやつやな。な、終わった模様ということで、突然ですが終わりを告げました。大阪御堂筋のイルミネーション、まあそりゃそうやね。難波の駅の終わりとともに、イルミネーション終了と、はい。まあ、2021年もね、無事終わることができそうですが、皆さんはどんな年だったでしょうか。まあ、コロナとかね、いろいろあったのでなかなか出かけることもできない日々だったと思いますが、来年はね、またあのすぐツーリングが行ける日に戻りますようにと願うばかりです。まあ、カーロンチャンネル今年は、総公開数こんだけ、こんだけ、はい、200万回超えた。再生回数は200万回を無事に超えました。はい。それ最初からやけどな。今年1年間じゃねえけどな。解説からやけど。まあでもおかげで200万回の再生回数は無事超えまして、迷宮会入りとさせていただきます。2000本穴と同じや。うん。200万回再生された割に登録者数が少ねえな、我ながら。そうですな。うん、まあショート動画がバズっただけやからな。
まあ、来年まだねどん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 動画を公開してチャンネル登録者数が皆さん応援していただける数がどんどん増やしていきたいなと思ってますので、お楽しみにしていてください。この動画でね、一旦今年2021年の動画は締めくくらさせていただこうと思いますので、次は年明け早々やりたいと思います、はい、また来年、今年と一緒でね、来年もあの1年の抱負を、うん、うん、今年ステッカー作ったからな、作ったね、そう、ステッカー作りました、まあ、グッズ今のこステッカーと有名 YouTuber のぶさんに作ってもらったキーホルダーがあるので、さすがにちょっとあれですけど、まあステッカー来年もちょっと皆さんにもらっていただけるようにばらまいていきたいかなと思います。はい、まあ、年明け早々また一発目の動画で元気な姿でお会いできるように年末を過ごしていきたいと思います。それでは皆さん、良いお年を。良いお年を。万全に。来年もよろしくお願いします。と思っていたのか。言ってみた。締めがさ、レベルってどうよ。2021年の締めの動画のバイクがレベル1100ってさ、果たしてそれは正しいのだろうか。そしてサムネイルがないけど正しいんやろうか。サムネイル撮影をしておらんが正しいのだろうか。まあいいか。